こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、今回は新しいビールが届いたので、そちらの紹介です。はい、皆さんご存知、白ビールといえば世界的にはこれ、ヒューガルデンホワイトでございます。はい、やってきました。まあ外では何度でも飲みましたけど、私はあのヒューガルデン時代というのが私にありますからね。はい、ヒューガルデンはもう何度となく飲みました、瓶の方でね。はい、今回初の缶、しかも自宅でということでね、この4缶セットが、6個入ったのが24缶セットでございます。はい、24缶セット袋丸出しって、これが丸出しでかぶせてあるだけ、ビニールでかぶせてあるだけという、そういうものでございます。はい、これどうしようかな、これ持ちながら飲もうかな、こんな感じでいきましょうか。はい、じゃあ早速味見って言っても、たくさん飲んだことあるんで、味見も何もない、ただの嫌がらせですけど、美味しそうだろう、いいだろうみたいな嫌がらせ、自慢みたいな話になっちゃいますけど、いただきます。はい、いただきます。ヒューガルデンですね。はいいつものヒューガルデン、ちょっとね、こう甘みのある、はい、あとなんて言うんですかね、なんとも言えない、こうやっぱりなんかこう自然にできたものなんだろうなっていう、なんか勝手にできちゃったこの味がみたいな、そういう感覚がありますね。なんか混じりっ気のある味なんですよね。そういえば原材料とか確認したことなかったな。あ、コリアンダーが入っている、コリアンダーシード、はい、コリアンダーシードが入ってるんだ、これの味だ。うん、なるほどね。オレンジピールももちろん入ってますけど、はいはい、オレンジピールは知ってたけど、コリアンダーピールが入ってるんだ。へえ。15世紀半ば、ベルギー王国ヒューガルデン村の修道士たちは伝統的な麦ビールのレシピに、異国の地から取り寄せたコリアンダーやオレンジピールなどのスパイスを加え、新しいビールを作り始めました。彼らが生み出したのは、爽やかな味わいと魅力的な香りを放つ世界随一のビールでした。創造性あふれる、なんていうの、奇跡のグリエーション、それが今も続くヒューガルデンですということだそうです。はい、ストーリーが書かれています。文字がちっちゃすぎて、しかも影になってて、すごく読みづらかったですけど、だってこの文字の小ささでゴシック体はないだろう。美味しいですね。コリアンダーでしたか。あとオレンジピールね。はい、それは知ってましたけど。ね、小麦ビールですからね。なんといってもね、はい、大麦とは違いますからね。まあ、けどこれもビールですよ、はい、ホワイトビール美味しいですよね。たまに飲みたくなっちゃうんですよね、やっぱ昔こればっかりっていうぐらい、あったら置いてあったら必ず頼むみたいな、そういう時代があったんでね、はい、それがギネスになってますね。今ギネスがあったらギネスを頼むっていう感じですね、はい、そういう感じになってますね、はい、まあ料理にもよりますけど、はい、大抵は、はい、飲みに行くって言ったらギネスを飲みますね。はい、食べに行くってなったらちょっとその時に応じてですけど、はい、いやー、ヒューガルデン美味しいですね、うん、安定ですね、安定の味ですね、はい、いや久しぶりですね、飲んだことのあるビールを買ったのは。はい、いつも限定醸造とか新発売のやつばっかり買ってるんで、あとは単純にこれまで知らなかったっていう、はい、お店に置いてなかったから知らなかったっていう。まあ、今クラフトビール のこうなんていうか流行りの真っ最中ですから、あのクラフトビールまで24缶セットを売り始めたもんですから、だから多分もともとクラフトビールって24缶セットとかそういう売り方してなかったんじゃないですか、もしかしたら。はい、6缶セットとかよく見てましたけどね、クラフトビールで。はい、24缶は昔なかったかもしれないですね、もしかしたら。はい、いやー美味しい、うん、美味しいです、たまりません。いや、しかしね、MacBook 買ったのはいいんですが、
なんか僕がスペックを最高位に上げたせいで、なんか次の次の日に届くはずの MacBook、 1週間となっております。21日から23日の間に届くそうです。それまでは僕は容量が少なくなるたびに Mac を再起動します。はい、そういう生活です。今すっごい勝手悪いです。はいはい、そうですね。もうだからどうしようかなと思ってますね。もう本当どうしてくれようかなと、はい、そうですね、どうしようもないんですけどね、はい、どうしようもない、本当にどうしようもない。そうなんですよ、本当にどうしようもないんですよ。もうはあ、いや今日はね、これからね2つ収録あるんでね、頑張りたいと思います。はい、1個は何時からだっけ、最初に1個は。19時半か、うん、まだ時間ありますね。今日は楽しいですね。マニアックな人2人とやるんでね、はい、今日気合い入れていきますよ。もう昼寝もちょっと取ったんで、はい、気合い入れていきますよ、はい、これ飲んだからまた昼寝するかもしれないですけど、コーヒーとかなんでね、はい、眠気覚まししながらやる感じになるんじゃないかなと思っております。はい、そうですね。楽しいっすね。楽しいっすよ。楽しいのはいいんですけど、はい、楽しいのはいいんですけどね、なんともね、なんともこう、うん、まだ動き出してないんでね。頑張らなきゃな。あー、美味しい、美味しかった、いただきました。ということで今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら、さようなら、良い夜をお過ごしください。